はい、では、3つ目のステージをやっていこうと思います。まずはストーリー部分からですね。で、斎藤道三の息子の義達ですね、こいつは。で、斎藤道三は油売りから美濃の、あの守護大名のところに入って、で、その後、国をかすめ取ったと。で、1人目の女との間に生まれたのが義達で、何かを誠かって言って家臣が知ってるって言ってますね。もともと主君の息女だ、主君の妾だった母親を父親が妻にしたと。斎藤道三、主君の女を抜い取ったで、実はだから本当は斎藤道三の子供ではなくって、そっちの前の夫との間にできた子供だったっていう。これも実際は説かなんかで確定はしてなかったような、まあ、それで謀反をこいつが起こしたんじゃないかっていう説ですよね、確か。なんで、まあ本当は自分の父親がそっちだったとしたら、それは父親の仇というか、道三は実の父じゃなかったってことですからね。それはまあ怒りますよね。で、信長はまだ振る舞いが改まってないと。で、弟は柴田と林で育てたけど、信長はこんなチャランポランでって家臣たちが正秀に文句言ってますね。他国、三河とか美濃とかいろんなとこですかね、そこにもまた噂がどんどん広まって、信長はうつけーと。すっごいいろいろひどいこと言われてますね、正秀は。もう皮肉というか、あれが当主の姿かとか。ストレスたまりますね、こんなこと周りからずっと言われ続けてたら。で、正秀はもうどんだけ説教しても言うこと聞いてくんないから、もう死んで、自分の死で信長の行動を諌めるしかないと。で、まあ腹を切って死んでしまうと、正秀が。で、家臣たちが泣いてますね、これ。正秀の家臣ですかね、これ。女とか家臣泣いてるやつら。で、爺が亡くなって、信長こう怒ってますけど、本当は悲しんでますね、この感じだと。すごいショック受けて、下手すりゃこれ父親死んだ時よりショック受けてますよね、この感じだと。信長はまあチャランポランだから、正秀がこう自分が死ぬことで自覚を持たせようとしたと。まだ信長20歳の時ですか、これ。はあ、なるほど。で、斎藤道三の居城の稲葉山城、ここの表情の間で、まあ正秀が亡くなった話をしてる。で、おお、織田家の信長をよく思ってない連中が弟を担いだら、まあ、お家騒動ですね。で、斎藤道三が直接会って信長の器を確かめると。で、信長が大したことなかったら織田を滅ぼして自分が尾張を取るということを言ってますね。で、名古屋城の方では会見の申し入れがあったから、信長も会おうって言ってますね。で、国境の聖徳寺で会おうとして、お供はいらんと。お、いらんかと思ったら、槍と鉄砲をお供に連れていくと。500ずつ合わせて1000人、大名行列的な。で、斎藤道三は信長がどういう風に来るかをこっそり見ようと、こう隠れて見てるんですね、これ。
で隠れて見てたら信長がうつけの格好のまま兵士をたくさん連れてこう1000人ですよね、さっきのだと槍500鉄砲500で、堀田道空が噂にたがわぬいそうってうつけだって言ってますね。斎藤道三はそんな格好とかそういう外見にとらわれずに進軍の速さとか鉄砲の多さとかそういう軍のことを見てあれですね。で信長がうつけの格好なんで会見は自分も礼装着ない方がいいってことですね。自分だけ礼装着てたら笑われると言って普通の格好で待ってたら、信長はあれですね、正式な礼装を着てきたと。それを見た道三はこいつただものじゃないと、自分が出し抜かれたからですかね、これでただものじゃないと感じて、で斎藤道三が部下に聞くと、部下はうつけって言ってるけど斎藤道三は自分たちの息子は信長に負けるって言ってますね。これ有名なエピソードですね。この辺は信長の才能を見抜いて、信長はすげえやつだっていうことを斎藤道三は認めたんですね。これ、で守護の芝氏が織田家に取って代わられて、でまあ取って代わられた後も一応清洲城でまあ悠々自適なかは知らないですけど軟禁生活みたいなのしてたら殺されたんですね。で信長はそれを大義名分にして清洲を攻めると。でここで笹成政が仲間に加わりますね。これで一人仲間が増えましたね。じゃあこれで戦の準備と、レベルが上がると武器が使えるのが増えるやつもいる。おお、これがさっきの防御力アップスキルですね、前回の。で敵をおびき出すのも一つの手。笹成政は弓や鉄砲は城の外から攻撃できます。特技の中には複数の敵を攻撃できるやつもあると。突撃、これもスキル技能ですね、攻撃ので。よし、じゃあこれでまずは火事ですね。前回武器は鍛え終わってたんですけど、ここで一人笹成政が味方に来たのでこいつの武器を鍛えて、そうですね、まず命中重視の方で開けといて、それでできました。で、まだ鍛冶屋技能が30ポイントあるんで次は防具ですね。まあ防具で、そうですね、基本まず前衛のキャラ開けときたいっていう話で、前回この2人あげたんで残りの佐久間と、信長ですかね、この2人をまず防御力上げといて、で防具が2になったんで、これで一応防具があの次の2段階目の強化ができるようになったんですけど、これを鍛えるには鍛冶屋技能が20消費するんで、今も10しか残ってないんで今回は鍛えれないんで、とりあえずほっといて、であと鍛冶屋技術がレベル上がるごとに一応5ずつポイントが上がるんで、早めに全部の技術をレベルどんどん上げていくと毎回あの鍛えれる回数が増えていくんで、まあそういうのを優先してやっていこうと思ってます。では次はまあそうですね、防御力は騎兵の2羽よりも歩兵の笹成政とか池田恒興のが低いんで、まあ池田をとりあえず防御力、防御鍛えてあげときますかね。でこれで鍛えたんで、あとは倉庫ですね。これで単装、でそうですね、ここで回復の豆が笹成政持ってないんでこっちに
で、まあ、でこれで1人ずつ回復持ってるんで、一旦よし準備完了でこれで出陣します。出陣。さて、清洲城での戦いですね。これで、ここはそうですね、前回勝って信長の叔父を負けた方は抱き込もうとした。で、芝氏の父親殺された方の人は、信長に助けを求めて、信長が攻略の大義名分を得たと。なるほど、光栄はこの頃からこうマップを使ってやってますね、説明を。でこれでここが清洲城ですね。信長と信友で、この信友を倒して清洲城を取ると。敗北は本陣取られたり30ターン超えたり信長が負けること。よし、でマップがここに村があるんで、ここを行きたいのと、ここにも村があるんでここですね。で、あとはこの辺の倉庫ではない、蔵か、蔵に乗るとここでなんかアイテムとか兵糧庫とかからもらえるんで、ここも後で占領しに行きます。まずは出陣ですね。出てないキャラを出してきます。まず、庭長秀ですね。で佐久間もまあこっちにして、で前田利家はここ行きたいんでこっちの上に行かせといて、笹成政はこっちですね。で池田はまあここでいいかな、とりあえず。で川尻もまあここにとりあえずやっといて、で全員出撃したんで、あとは信長だけこうですね、ここ行って、で終了と。で敵は動きがないですね、城から出てこない。でまず信長はここの村目指していくんで、このところですね。で笹成政はこっちですね、城の外からこう攻撃する感じで、ね、で佐久間はここでこの辺から入ってこうかなっていう感じでいきますね。で川尻も一緒についていって、岩永秀もここですね。まあ、場所がかぶってる。まあじゃあそうですね、こっちに、まあ、まあこっちか、ここですね。で前田だけここで占拠と。これで村取って、信長に味方して回復の豆がもらえたと。でまだ敵入らないから来ないですね、行動が。で信長もこっち占領して、回復の麦ですね、豆の1個上のいいやつですね。で笹成政、これ雨よけって、雨の時だけ、雨でも鉄砲が攻撃できるっていうやつなんで、まあ普通に攻撃します。これでいい。おお、かわされとるやんけ、ダメだ。でここにとりあえず城門のとこに行って、よし、でとりあえず死なないように防御力上げるやつを使っときますかね。これで隣接してる4マスにもかかるんで2人防御力が上がったと。でまあ庭長秀はこの辺にとりあえず置いて、一応まあ自分に、まあ、経験値上げも兼ねてこまめにこうスキル使っといて、で前田利也こっちからでこっちに、よし、で信光が突っ込んできましたね、突っ込んできましたね。これで敵が弓なんで、こうやって同じように反撃しつつ、弓はまあ縄文無視して、壁とか無視して、あの攻撃できるんで、これでやってますね。よし、で信長はまた縄
門からしか攻めれないんで、信長はこっち行きますね。で、鉄砲は一回攻撃すると次のターン玉込めで攻撃できないんで、まあとりあえずここで待機というか、まあ、こっちに移動しつつ、まあ、攻撃はできないんでほっときます。で、次池田恒興はここから攻撃で、佐久間がこれですね、ここでまず攻撃と。おー、かわされた。反撃でダメージだけ、しかもクリティカルだけど、相手が歩兵でこっち騎兵で、まあ防御力が高かったんでダメージは少なかったですね。これ前田利家で、よし、攻撃、反撃をかわしたんですね。よし、そうするとじゃあそうですね、まあこっちいてもあれなんで、どっちにせよ攻撃できないんで、こっちに移動しときますかね、川尻は。で、丹羽長秀はここでやってると、攻撃食らうんですよね。まあ、攻撃食らったんで、自分こっちで、まあ、自分が回復しときますかね、これで。で、ターンエンド。会心の一撃、信光がもうだいぶダメージ食らって、よし、これで一体敵倒しましたね、利家が。よし、次のターン、まずはここで鉄砲で残り1のやつにとどめる。よし、で信長はこっちに移動で、そうですね、池田恒興で、まあ、ここは外さないように確実に毒矢で命中 100% ですからね、技能の攻撃は。で、佐久間がここで弓攻撃、で、前田利家はそうですね、斜めに攻撃してもいいですし、弓兵にやってもいいですけど、とりあえず斜めのこいつ、前衛のキャラ削っときますかね。で、川尻がここに入って、で、どうしようかな、そうですね、佐久間、まあ、こいつとどめさしてもいいんですけど、そうですね、こいつに攻撃しておきますかね。で、これでとどめさして、よし、敵が動き出して、ああ弓だ、弱点の3すくみで弱点だから、運が悪いとこうやって2回敵の通常攻撃食らいますね。槍が弓から攻撃食らうと運が悪いと2発ですね。で、刀は槍から攻撃されると運が悪いと2発ですね。よし、これで敵が来たんで、信長が城門のところに来て、で、まあ佐久間でとりあえずこいつの攻撃ですね。で、丹羽長秀はちょっと前田の回復に、前田死んだら困るんで、ここで回復で4レベルに上がると。で、川尻は、まあここ入ったら明らかに弓に攻撃されるんですけど、こいつに、とりあえず一旦ここ入っときますね。で、そうですね、とりあえず弓兵なんで反撃食らわないように技能を使って攻撃と。あ、倒しきれなかった。まあとりあえず一旦ここに置いて、あとは前田がここでこの前衛の槍を攻撃と。で、前田もレベルが4レベル。で、まずこいつが倒れる。で、こいつも池田も4レベル。前
間はなんとか弓の攻撃かわしましたね。あー、川尻が2発食らった。で、佐久間が1発。おお、これはどうだ、2発か、1発ですね。あ、と思ったら2発だ。おお、もう死にそう、佐久間。おお、かわしたー、かわしたー。あー、食らう、死ぬ。あー、死んだー、佐久間が佐久間やられましたね、これ。突っ込みすぎた、槍にやられた。まあ仕方がない。ということで佐久間がバイバイ。3レベル。じゃあとりあえずここで外からまず弓で攻撃で2回できましたね、弱点で。よく鉄砲は1発なんで、1発でおクリティカル出て大ダメージ。じゃあ信長でこれでとどめと。で、川尻が死にそうなんで2話で回復しつつ、川尻の方はこれで突撃で、前田はこれと。あー、かわされた。おお、川尻も死にそう。おお、さらに会心の一撃かわせー。おお、かわした、ナイス。おお、なんとか死にませんでしたね、川尻。前田も死にそう。とりあえず前田回復して、でまだちょっと川尻に防御力上げと、おお、上げれないこいつ。じゃあここで道具で回復しときますかね。道具で回復して耐久上げて、で信長はこいつですね、弓を攻撃で、利家はこのこっちの弓を攻撃と。よし、で池田恒興でまずこの槍を攻撃。おお、よし、これでターンエンドと。で信長の反撃で敵がまず死ぬ。あー、会心の一撃食らった。川尻がもうそろそろ死にそうっすね、これ。おー、死ぬ死ぬ死ぬ。はい、死んだ、絶対死んだ。はい、川尻死亡。で、そうするとじゃあまず池田ですかね、こいつで攻撃で2発攻撃。よし、で笹成政は城内に入城、信長も入城で、前田利家で攻撃で、さらに前田利家を回復で、タイムですね。前田が集中攻撃を。おお、こっちに来た。には長秀が攻撃されてますね、これ。うん、で、には長秀が反撃して。よし。じゃあ、信長で、まずはこいつを削りに。はい。で、一発しか当たらなかったので、死ななかったと。次はこいつでこの弓兵をえっと、よし、会心で倒しましたね。で、まだ防御力上がってんのかな、やっぱり。じゃあ前田にかけて、前田の防御力を上げつつ、この刀に前田は攻撃。あー、会心の一撃。おお、でも2発当てて倒した。よし、これでじゃああとはもう2話長秀がこいつをやれば、あともう敵が1体しかいないですね、信友以外。よし、これでじゃあだいぶいい感じにもう敵倒せたんで、反撃されないところで攻撃して、
わされた。で、前田がこのままだとなんかレベル上がりそうな、めっちゃ5レベルになりそうな気が。とりあえず略奪で金を取りつつ敵を動けないようにして、で、まあ2は長秀はこっちですかね。もう敵が動かずに池田を攻撃してきて、池田の反撃。よし、じゃあ池田がまたここで特技毒矢で倒して5レベルになった。よし、で怪しい舞を覚えて、さらに鉄砲が装備できるようになったと。よし、で信長もこっち、笹成政で移動して、丹羽長秀もこっちかな、ここ行って、とりあえずで、蔵と兵糧庫ですね。ここで兵糧庫ゲットで、まあとりあえずここに来て、今度微妙に届かないで、蔵ここも乗れないんで、とりあえずまあここにいてターゲットで、まずはどうしようかな、まあ信長で、と信長で占拠して回復取って、前田はこっちですね。で池田はここで、丹羽長秀と笹成政でここを占拠ですね。武器とか手に入れて、でまあまず前田は経験値稼ぎで、金稼ぎ兼ねてこいつですね、略奪。お、5レベルになった。怪しい前、こいつも鉄砲装備可能になった。でまあ5レベル、まあじゃあ5レベルのやつより信長とかあげたいんで、まあこいつはとりあえず待機で、うん、丹羽長秀、笹成政、笹成政でここ攻撃しますね。まずおお、もう一発で結構いった。敵はここ動かないですからね。お、馬止め。まあもう5レベルのやつらは敵をちょっと、ここにいると多分城で敵が自然回復するので、ちょっと経験値稼ぎであと2回この略奪をやるためにこれでほっときつつ、ターゲットと、でまあ池田ですね。でもう一回略奪、とりあえず30ターンいかなきゃ大丈夫なんで、まあこれ で敵がやっぱあれですね、137なんで、ここで笹成政のスキルで攻撃しつつ、まだ16だから生き残りますね。でこれでまあ池田やられますけど、やられちゃってもまあデメリットないんで、これで一旦置いといて、でまあ敵のもうちょっと HP 回復しつつ待ちますね。これで回復して、で信長で一発で倒すかな、信長で攻撃して、お、敵生き残りましたね。これで多分相手が次反撃してきて、あ、じゃあ攻撃してきて、信長反撃して倒したら信長が5レベいくんじゃないかなという予想ですね。5レベいけ、あ、倒せなかった、信長死にそうになってるし、あ、じゃあまあ信長じゃなくって笹成政で攻撃して、えいっと、で笹成政が5レベになって終わり。盾を手に入れましたね、盾。これはあの HP を、体力をあのかさ増しできる最大 HP 上げるやつですね。これで3つ目のステージクリアですね。この戦いはまあ負けてたらゲームオーバーになるやつなんで、まあ勝たなきゃいけなかったんで、これで22歳の信長終わりですね。じゃあ今回はここまでで。